定額給付金の話でありますが、高額所得者にこれが定額給付金が受け取れることになったとしても、それを受け取ることはさもしいんだという発言を繰り返していた麻生総理、決して昔の話ではありません。12月になってもそのような話をおっしゃっていた総理が、一転して、自分のことは法律が上がって予算が上がってからでないとわからないと逃げの発言に終始をしています。最初は全員でもらうべきだと、それから高額所得者が受け取るのはさもしいんだと、また市町村にすべて委ねようというような発言からことから、非常にこの意見が右往左往しているわけでありますが、もともと政策的な位置づけも整合性もない話でありましただけに、このようなことになってしまったんだと、そのように思っておりまして、まさに骨のないクラゲのように波間に漂っているという姿が映し出されているわけでございます。定額給付金の話が中心であります。私どもはこれは前から申し上げておりますように、決して今の雇用経済環境を考えたときに何も議論を引き延ばそうという意図を持っているわけではありません。これは社説などにもいろいろと書かれていることでございますが、定額給付金の部分を切り離したものに対しては私ども予算の修正案を出しているわけでありまして、それを早く一刻も早く皆さん方が、国民の皆さんが望んでいるように納得していただいて、国会の中で成立をしていただければ景気対策にも資するわけでございます。私どもも迅速な予算の予算、正しい予算案のすなわち修正案の可決というものを今からでも遅くはありません。自民党政府にも強く申し上げて、修正に前向きになっていただくことを心から期待をしております。